皆さんこんにちは。今回は今の期間武功の勲章っていうイベント集会で得られるアイテムで交換できるコーヒーブレイクリズベットっていうスキルが超重要スキルなんで、これを本当に今のうちに取ってない人は取っておいた方がいいよっていうことをちょっと喋っていこうかと思います。ちょっと始めたての人はこれがどれだけ素晴らしいスキルかってわからない人も多いかもしれないんですけど、まあ、ちょっと前にその85層迷宮集会でタンクやる場合にうんたらかんたらって動画出したんですけど、それでなんかその火傷耐性がこれ、まあ、100% ってなってるんですけど、まあ、俺が持ってるこれはレベル84で火傷耐性 92% なんで、まあ、これが本当にすごいと。で、火傷耐性って書いてあるんですけど、まあ、状態以上には炎症っていうものもあって、なんか火傷のなんかレベル上のバージョンみたいな、もっとやばい火傷みたいなやつあるんですけど、まあ、それも火傷耐性でカバーできてしまうんで、でこれ、まあ、火傷耐性 90% ぐらいなんですよ。そのスキルレベル80ってその強化とか進化するとこうなるんですけど、まあ、盾の熟練度スキルでこのね、結構最初の方ですね、最初から2番目のこのレジストってやつ、これ毒、火傷、出血、凍傷の耐性が 10% 上昇ってあるんで、まあ、この盾ってその片手武器装備してる時に盾つけられるんで、この熟練度スキルが適用になるんですよ。ここ盾装備士って書いてあるんで、だから片手武器使ってタンクやる場合にすごく良くて、でまあこれあの貫突、あの限界突破最大までやって最大まで強化すれば火傷耐性 100% 上昇になるんで、まあ、片手武器じゃなくても使えるようになるっていう感じで、これ本当にいいスキルなんですよね。で85層とか、まあ、今はあのもっと上の階層31層とかでも使うんですよね。あと91層とか、まあ、とにかくあの強い武器作るときに本当にそのタンクやる場合は本当に重要で、まあバッファーとかで行く場合でも本当重要だと思うので、まあこのこれですね、夜叉インテグラル武器って、これ装備可能レベル181なんですけど、まあ現時点この動画撮ってる時点だとこの装備可能レベル201のガオーインテグラル武器っていうのが、まあ今のところは一番強い武器なんですが、まあこれやるにしてもその31層で、まあ、やっぱ炎症来るのであった方がいいし、そうこの31層でこの今言ったコーヒーブレイクリズベットがないからなんかタンクできないっていう人が多いんですよね。まあ85層までだったら、そう夜叉インテグラル武器作るまでだったら、まあこれコーヒーブレイクなくてもまあギリ耐えられるよみたいな人も案外いるんですけど、31層からはマジないと厳しいみたいな、まあアイテム使用負荷デバフが結構来るっていうのと、まあ炎症ダメがやっぱ2、3万とか入ったりするらしいんですよね。こういう炎症とか、そう激毒とか、確かだけど、なんかちょっと細かく覚えてないんですけど、この受けるダメージがその自分の HP に応じてなんか高くなってくやつだった気がするんですよね。まあ激毒はそうだったと思う。炎症もそうなんかな、忘れたけど、まあとにかくダメージがすごいので、でタンク俺やんないと思う人でももしかしたらいずれやるかもしんないし、まあバッファーやるとき、バッファーデバッファーやるとしてもあった方が絶対いいスキルなんで取っておいた方がいいし、あのタンクでしか使わないっていうわけでもないんですよね。やっぱアタッカーとかでもそのなんだろう、ギルドランキング戦ギルランとかでやっぱ重要局面で何かしらの状態性が必要だっていうこともあるんですよね。まあ火傷耐性は、まあ、なくてもいいっていう場面も全然あるかもしれないんですけど、まあ、あとこれですね、こっちもその凍傷耐性が 90% とかつくんですよね。これも絶対あった方がいいです。一応っていうか、まあ、絶対取っておいた方がいいです。まあ、俺の、あくまで俺の感想なんですけど、まあ、みんな言うと、もう本当に、次いつ来るかわかんないんで、もう今のうちに取っておいた方がいいと思います。というわけで、まだコーヒーブレイクとかチャーミングアスナー取ってない人は、まあ、何かしらイベント周回して、まあ、始めたてだと常設イベントでもいいのかな。わかんないけど、まあいろいろ周回すると武功の勲章ってどこかで手に入るんで、まあ、交換報酬とかスコア報酬、まあ、それで交換するのがいいと思います。
まあただで手に入るんでね、頑張って周回すれば、まあ、課金しないといけないってわけでもないんで、取っておくといいと思います。ご視聴ありがとうございました。